ロドスの中世都市は、ギリシャの世界遺産の一つである。ロドス島の首都ロドスの旧市街には、かつて西ヨハネ騎士団が築いた、城西都市の特質が良好に保存されており、中世ヨーロッパ都市の優れた霊章として評価された。ここでは、中世都市に関わる歴史のみを記述する。ロドス島の通史については、ロドス島歴史を参照のこと。西ヨハネ騎士団は、 1307年の聖堂騎士団の迫害後にイタリアを離れ、ロドス島を占領し、本拠地とした。1309年に、教皇クレーメンス五世は、聖ヨハネ騎士団が、ロドス島を所有することを認め、以降、ムスリムが手出しをしてくるまでの2世紀ほどにわたり、ロドス島は、聖ヨハネ騎士団の本拠地であり続けた。1444年に、エジプトのマムルーク船団が、 ロドス島を行為した時には、西洋羽ネ騎士団は、ブルゴーニュ公国の海軍司令官、ジョフロワドとワジの助けを借りて、これを撃退した。1453年のコンスタンティノオープルの陥落以後、オスマン帝国が急速に勢力を伸ばした。1480年に、スルタンのメフメト2世は、メシクパシャに命じて、ロドスへの侵攻を開始した。島の騎士たちは、 陸海ともによく守り、撃破されたオスマン帝国軍は、島から去った。この敗北とともに、オスマン帝国はイタリアへの侵攻も休止しており、結果として、ロドス島は、オスマン帝国の侵攻から、西ヨーロッパを守る、防波堤の役割を果たした。1480年に、オスマン帝国を退けた後、騎士団長のファブリツェオ・デルカ・テートは、都市防衛力の強化に乗り出し、 以後数十年にわたり継続された。そして彼が没した1521年にはロドスの城塞都市はいかなるキリスト教徒の要塞をもしのぐ堅牢さを誇るようになった。ロドスの海軍はムスリム商人たちへの攻撃を継続していたが、このことは新たにオスマン帝国皇帝に即位したスレーマン一世による第二次ロドス行為を招いた。数で圧倒的に劣る。 騎士団は私力を尽くして都市の防衛にあたり、行為軍に対して重大な人的被害をもたらした。しかし、ついに1522年12月に騎士団とスレーマン一世は協定を結び、騎士団が持てる限りの財産と共に島を去ることで合意した。これと引き換えに残された都市住民には一切の報復が加えられないこと、及び住民が キリスト教を信仰し続けても構わないことが確認された。1523年に1月1日をもって騎士団は島を離れ、以降ロドス島はオスマン帝国の支配下に入った。ロドスの支壁ビザンティン帝国時代に築かれた都市は14世紀から15世紀にかけて聖ヨハネ騎士団によって拡張され、要塞化が行われた。この城塞都市が 中世のロドスの地域を定めるものになった。かつての防衛設備は非常に行き届いたもので、11の門、多くの防壁を含み、水の張られていない大きな堀に守られた城壁の列も存在していた。オスマン帝国の支配下にあった16世紀以降も保持され、20世紀になって修復もされた。 この城塞都市の建造物群はヨーロッパに現存する中世防衛施設群の中では最大級のものである。この城塞都市は現在のロドス市では旧市街にあたる。北側のカステロ地区はかつて騎士団が住んでいた外区で、南側のコラ地区は一般住民が居住していた外区である。元はビザンティン帝国領下にあった7世紀に都市の軍事拠点として建造されたものである。 建物はその後改修を受け、1309年以降は西洋羽騎士団の団長の邸宅と騎士団寮の行政府を兼ねることになった。1522年にオスマン帝国が島を占拠した後は監獄に転用された。しかし、1856年に火薬庫の爆発事故で崩壊してしまい、現存しているのは1937年に、 イタリア人によって再建されたものである。この再建は歴史的正当性を書く改変が加えられてはいるものの、この館が今もなおロドス市の主要観光名所であることに変わりはない。この館の外側には15世紀末に建造された美しい旧セリ院を転用した考古学博物館が存在している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。